はい、それでは最後に本当に長くなって申し訳ないんですけども、最後に改造艦建造のことに関して総評、まとめを述べて、最後にしたいと思います。はい、私一ユーザー、あくまで一ユーザーの意見といたしましては、こちらの改造艦建造システムに関しては大反対でございます。はい、よく意図が不明、アーケード版の個性の規格化ということに関して、述べていきたいと思います。まずですね、第1点目、アーケード版の個性、アーケード版だからこそ楽しめたという独自の楽しみ方が失われたということに関して一つ。まずですね、アーケード版の楽しみ方っていうのは、買いカードが出にくかったから、だからこそ、回帰ドロップで頑張って掘ったり、建造で当てたり、またですね、星をつけて苦労するから手に入れた楽しみっていうのが一つあったはずなんですね。そのあくまで独自の楽しみ方がどんどん失われていって、結局のところ緩和緩和で今のところ進んでいくと、面白みがだんだん失われてくるわけですよね。まず一つ目、はい、アーケード版の違いってことで、ブラウザ版と決定的に違うのはやっぱりカードがあるかないかっていうところで、カードがあってそれを手に入れた、そのカードにはこれくらいの価値がある、さあ集めよう、これがね付加価値、アーケード版の楽しみ方に直結してると言っても過言ではないところなんですよ。はい、でもう一点私言いたいのは、ソシャゲ化っていうのをすごい感じてるんですよ。はい、もうソシャゲっていうのはとにかく緩和しまくって、とにかくいいカード、いいアイテムを引きやすくして、どんどん引いてもらって課金してもらって、どんどん次のレア度を出してって潰れるっていうのがある程度の流れなんですよ。まあ、失礼ですし、潰れなくて努力されてるゲームさんもいますけどね。それを考えるとね、アーケードにもそれは言えるんですよ。はい、新規カムスは新レア度とはまた違う別の話なんですけど、今買いカードってどれぐらい値段落ちてると思います？もうホロと変わらないぐらいの値段で取引されてしまうんですよ。はい、結局のところ買いのカードが昔でいうノーマルカードぐらいの位置まで下がってきちゃってるんです。もうノーマルカードなんて読み取り専用、もう最初の読み取り専用、買いカードが当たり前ってなってくると、もう買いホロ買い中派っていうレア度がだんだんね薄れてくる。はい、まあこのねゲームに関して、例えば星5だったのが星6みたいな、ソシャゲのね上等手段みたいにはならないと思ってるんですけども、それが本当に心配でならない、それが2点目で、なぜそれが心配かっていうと、3点目、過疎化。結局ね、こうなってしまうと、さあゲームをじゃあ畳みましょうってなって、ゲーム時代なくなってしまう、それだけが一番嫌なんですよ。うん、緩和してしまうとね、結局以前にも増して新規追加時のみのプレイが増えてくんじゃないかと私は思っております。もちろんね、これで活性化して、例えば改造艦建造をやってみよう、改造のために設計図を掘ろう、じゃあ回帰やドロップやってみようっていう風にどんどん活性化していって、ゲームが存続していくのが一番だと思ってるので、そうなれば私はね、まあ文句はないんですけれども、そうはならないんじゃないかなっていう本当に心配なところであります。まあ最後にですね、ちょっと文句言うんであれば、改造艦建造、改造って何って、建造と何が違うのっていうのがすごい不思議でして、まあ建造と違うのは、改造はもう完全にこのカームスの貝を手に入れるよって、改造艦建造は建造と違って資材を使わずにカテゴリーをある程度選べますよって、まあ、変化はあるんですけど、じゃあ建造って何だったのって、回帰ドロップって何なのって、そのね一つ一つの概念がよく分かんなくなっていってしまう、これも希薄化ですよ、楽しみ方の。これがまたよく分からないなっていうところで、はい、まああれこれですね、批判的なことをずっと述べてきたわけですけど、じゃああなたはじゃあどうすればいいと思ってんの、ただ文句を言うだけかっていうことになるんですけども、まあ自分なりにいろいろ考えたんですけども、さすがに改造艦建造、まあ、改装設計図の緩和っていうことはあって、まあ今のところこうですとか会議に移行しつつありますよね。それはもちろん素晴らしいことですし、史実に基づいているので、それは全然構わないと思いますし、会のカードを設計図でですね緩和するのは、まあとりあえず今まで批判的に言ってはあったんですけども、まあそれはね初心者ですとか新参
新しい人にあれだと緩和策っていうことはあるんですけども、ただ改造艦建造などの、意図が不明確なものがだんだん増えてくるとさすがにねっていうことがあるので、それはちょっとやめていただきたいなと。まあ、なので、以前素晴らしい、ことがあったじゃないですか。例えば3月になったら弥生さんが出やすいとか、4月になったら宇月さんが出やすいとか、さすがにね、乾物一人一人に合わせるのは難しいですけど、ある程度出やすい乾物さんを、初期間でもいいから作っ、そういう期間を作っておくですとか、はい、あとはですね、ブラウザ版と一緒に結婚括弧があれを実装したりですとか、いろいろね、アーケード版独自とずっとうるさく言っておりましたけど、ブラウザ版にいいところは似せていって、できればですね、お金を投資できるような、ジャパンエキスポみたいな特別なイベントはそこまで必要だとは思わないんですけど、例えば、軽いイベントを少し、行っていくですとか、そういった面で、運営さんの方がですね、自分より、批判的なことをこれだけ言っといてなんだよお前ってなるんですけど、いろいろ素晴らしいアイデアをお持ちだったと思いますので、アイデアが出ましたら自分もね、こういった動画でつぶやいていきたいと思いますし、はい、っていうところなので、ぜひいいものにねしていきたいなというのは感じております。最後すごい長くなってしまったんですけども、ただオワコンになってしまってからでは遅い。ある程度声を上げて、いいところはいい、悪いところは悪いで、ユーザーも開発者も手を取り合って良くしていくのがやっぱり必要なんじゃないかと私は思ってるので、声を上げさせていただきました。本当に不愉快だったら大変申し訳ないですし、これは議論の余地があるし、皆さんもね、いい悪いっていうのがあると思うので、はい、賛否両論あると思うので、もちろん皆さんコメント欄等で、Twitter にももちろんどんどん、リプライコメントをぶつけていただければ、いろんな意見もいただきつつ、観光だけどこれからも楽しみたいっていう私は意思を持ってですね、はい、今後も動画を作っていきたいと思います。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。